ね、もう本当やね。
かなけど、すごいね。でも全然なんかちょっともう小学生以外会ってないけど、なんか昔のナッツみたいな顔わからん、どんな感じの、なんか襟足がわかるわかる、ナッツがナッツが来よる、最初先にやってた、えそうなん、赤ちゃん感がある襟足、萌ちゃんも出てくる、川田慎二郎とか、これは跳ねるところがなくなったね。ビニアだったらすごいねって言ったけど、切りやすいわ。でも本当に街中だったら絶対分からないけど、川田慎二郎ってネーミングだけ持ってる。川田慎二郎って懐かしい。やっぱ毛が太いけど、ザクザクって感触があるの？ある、エビさんもありますけど、あ、もうそうなの、小中一緒やったらまだ付き合ったかもしれんけど、毛が硬いな、まあ、若いのもあるし、カリカリ、そうそう、レッドコーもあるし、中学校やったら携帯とかあるけん、まだね、毛硬いの嫌なんだけど、わからん、猫っけの子がいいなとか思う、それはもう、あ、それはもうね、話すぐらい先輩なんで、中小ヤーマンやったらピアスなんか開けられんじゃん、開けたいって言ってないよ、そうやね言ったんかと思ったさっきの感想で言ったらすごいピアス開けたいって言うよ、分からんね、まいちゃん友達が開けたって言ったんだけど、開けたい、そうなんや、体信じろ、ここに開けられんよ、ピアス開けられんよ、閉じたったけど、いい人そうみたいな、あ、こっそり開けたってこと、夏休みそうやな、あ、で、夏休みの期間だけ楽しんで撮った、そう、じゃあもうなんかそれは怖いね、怖いじゃあすぐ刺したくしも、なんか穴が固まらないうちにってことよね、後半ぐらいの若いってすごいね、潰しては開け、潰しては開け、あ、その方がケロくんだわ、多分ここボコボコになりそう、ほんと、ケロイドの塊、ケロイドの塊、カトタくんがやっぱおしゃれに興味がある、うん、めっちゃ、うん、メロメロなんや、どんな服着たの、その子は、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ、気に入っちゃう、服とかあるよね、メイクは一応しよう、あ、メイクね、韓国メイク、そんな感じ、でもなんか友達眉毛めっちゃ剃っとったけど先生にバレて、なんか先生も呆れて、先生の前でメイクしたっけ、え、先生の前でメイクした、なんで、え、もうバレたっけ、あ、バレた、普通に先生眉毛剃った、終わったよ、そのうち早いんだったかもしれない、脱ぎすぎたTikTok 見てもわかるやん、 TikTok なんか眉毛やりすぎて生えてなくて、今なんかわざとのこう自分で作る系入れよるやん、入れよる、そんな TikTok だ、それは知らん、かわいいナッツ、エリアシナッツ出てきたよ、ナッツが出てきた、ナッツが出てきた、絶対汗もんなら、汗もんなら、確かにちょっと洗わせは良かったな、夏場、ああ洗いにくい毛かな、そうそう、まあ、シャーって洗うやろうし、多分ほぼほぼ長い毎日、まずでもその新しいシャンプーをゲットしたらちゃんとしっかり洗って、どこやったっけ、ピュアって何で、あ、そう、ピュアそれなら、こんぐらい短いボール？
イフもおる。ツンツン。男子みたいな。ああ、部活強い子。違うか。バスケ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 。みんなに言われたよね。散髪にしたもん。それでも邪魔。え、それでも邪魔な。坊主にしたらいいんじゃない？坊主したら怒られるよ。怒るんやろね。怒るんやろね。本当なんかよくわからん。違うことしたら怒るよね。だからセンター分けよくないの？男の子。うん。あれも怒られる。あれ怒られるの？中学生の子、あれ高速で禁止になったらしいよ。しょうもない。山張りに行ったら、その子がかっこよかったんや。かっこよすぎたり、かっこよすぎたら、かわいすぎたらなんか、異性の気を引いたらいかん。そうそう。でもなんか寝たんだりして、そういう時間とか言うて。なんかそんな感じに。ダメだよね。ダメ。なんでだろう。しかもかっこよすぎるやつ。シルクって何なの？ここから、ここ買って、上はまあこうかぶせるというか、ツーブロック短いのと長いのがあるっていう感じ。ベッドジャイロみたいな。イクちゃんは何なの？かっこよくなったら。かっこよくなったら送信機を打つやつ。かっこよくなったらいかんし、かわいくなったらいかん。なんかおかしいよ、なんか触覚つけたらいかん。触覚つけたらいかんって、なんでなん？触覚に何がある？毒でも塗られちゃう。知らない。めっちゃ注意してる。触覚友達。なんかこの横髪があったらその顔にちょっとかかってカバーできるみたいな。あれがダメなの？なるべく一応ピンで止めろって。なんなら先生が来るの？先生、暇なら仕事してやね。人の触覚止める場合じゃないけど、そんなことより大切じゃないかと思ったら、
撮っとる人は撮っとんじゃん、うん、ちゃんと70の、あ、そう
年取った証拠ない。そうなの。なるほど。かなように眺め出したら。そう。20代なんかそんな長めんよね。お金持ちやけ。確かに。そうそうそう。エスクラ持っとるし、クラネットがもう。すごいね。すごい。全然飲まないですよね。全く飲めないけど。
あ、コーヒー好き、あ、ナッツよう覚えとるね。そんなの覚えとった。コーヒー好きやね。こうした身近で処理できる趣味だね。あ、そうそうそう、そう、うん、なんかみんなでっていうよりかは、なんかこの辺でっていうのが多かったかも。あの車の運転好きとか言うと、なんかそういう感じかもしれない。バーベキューとかも好きです。そしたら全部、うん、もう麻雀以外やったら子供とできるね。そう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 。すごい。あの子はすごい子供と遊ぶのが好きやと思う。あの休憩の時にナッツがついていても怒らんちゅうが。あ、タバコの時。ほう。怒らん。怒られなかった。私はその時の様子全然あれやけど、いや怒られなかった。ずっと。オフモードの時にこう一人にしてあげてっていうのに続いていってこうなんか買ってくれよったあれ時々買ってくれよったジュース買ってくれジュース買ってくれよでも朝なんかリダクションが横に大きい駐車場ああそこら辺の前の自販機あったよねそうそうお酒屋さんのところにあったよねあそこで間違えてパーキングをしちゃったりさ、なんか、うん、あ大丈夫ね。間違えてナッツがコーヒーをしたら、あ大丈夫。自分が飲み。長すぎてなさい。もう通用したし、怒られるかも。高すぎて。そんな高いコーヒー。あちゃちゃ。スイッチが。そうそうそう。あスイッチが。ああスイッチが。なるほどね。あでピッてなって間違えたけど怒られなかった。まっちゃん優しいからねあの人。すごい。もうだって最後あのジッポ開けたんよ。ええやつ。ああそうなんだ。ジッポあの開いてない。それはでも喜んでるかもしれない。もうほよ、もうあげるときにあげたくなかったけど、あげたくなかった。絶対これやってるけど、ナコさんとんだけど、それ圧力かけとる。だって国に入りにくいよ、現地行ったって。アメリカ？うん、ジッポはアメリカ。絶対なくせ、言った。言った言った。ここに刻印がね、両方ソロ取ってね。絶対大事にしてねって。あるから。聞いてみようか。なんかなんかちょっともう行きできんわ。人ではないと思う。あ、そうだね。なくしたら今の仕事。なくしたってもなくしたって病院言わないよね。ああ、まあそう言わんかもな、本ちゃんは。優しいね。娘が生まれたら何も起こらんかもしれんと思って受けたら娘が生まれたら。あ、そうか。めっちゃ覚悟になりそうって。覚悟は嫌い。伝えたこと。何で嫌いの？文言とかめっちゃ決められるってこと。あすごいよ。文言ある？やりつけ。私ないです。ない。マジでもいい。迷惑かけなかったらいいから、私は初心者やし。文言あっても、なつ守ってなかったしないし。あれ文言やろ。あれ本当よ。あれ文言やったけど、守ってなかった。あれ本ちゃんがごま取ったね。おしべ掘って帰るよったよ。あ、店で電気消してるの。神様忘れてる。泣きよった、ほんちゃん来た。ほうよ。ゆうちゃん、母ちゃんも来たよ。あ、もうどっかに、もう出発しとったんですか。もう、これで帰ろう、帰ろう。帰ろうしたら、あーって。そう、絶対セラクションに声が届いとったよ。ほんちゃんが、いよったよな。いよったよ、いよったよ。声が聞こえたって。あ、じゃあ、本ちゃんがとりあえず見に行ったんかな。そう。そう。でも、あの、何回もあの、自転車乗って、そっからがナッツが良かったよ。座るまでが、後ろの左に。
あもうちょっとみたいな感じで。それからチャリの後ろに座るよ。座ってからまた階段みたいな。ちょっと遊びたいみたいな。そうそう。ヘルメットだけかぶって。あんまりヘルメットだけかぶって。パツンすぎるな、つもこれは、これかん
大丈夫。流すよ。